じゃあすいません、僭越ながら。はい、それでは、先ほどは松戸最強決定戦、ありがとうございました。まあ、後夜祭という形で、紅白戦やっていきたいと思います。皆様、15対15の紅白戦です。よろしくお願いします。皆さん盛り上がっていきましょう。じゃあ、スタートボタンを押して始めてください。さあ、始まりましたね、白黒さん。始まりました。これは 1P が大和虎さんの米さんチームですよね。そうですね。で、はい、2P 側がバイソン赤松さんのユリアン。あ、若松さんってユリアンなんですか。確かに。あれ、そうでしたっけ。俺初めて見たかもしれない。ラットリーだったようなイメージが。あ、僕もです。ですよね。そうですよね。あ、なるほど、違う若松さん。あれ、あ、別人とか言ってる間にスタンチが中攻撃が強い。強いですね。なんかそれこそダメだよ。なんかテニスの富士みたいな。そのボール消えるよみたいな。懐かしいですね。テニプンですか。その技ダメだよ。バイソンがとか。そうですね。は、大和虎君です。先方始まってます。敵だったわ。そうですよ。さあ先方が大和虎真琴。さあ中攻撃が強い。さあそうは言ってもこれは、いや、まだ早て、早て、まだあるぞ。さあ勝ったのは米チーム先方大和虎真琴。これ時報以降はどういう感じで出てくるんですか。深刻性ですか。敵と敵と先方以外は適当だと。違うよ。さあ適当でございます。いや違う違う。いや、あなたたち2人早めに取りましたから。さあ時報は、時報はダックさんお願いします。ダックさん、松戸のヒューゴの、松戸勢のヒューゴ使いですね。ヒューゴマンゴと、ヒューゴをぶつけに行くんすね。なかなか厳しい戦いになりそうなイメージですけども。策ありなんじゃないですか。なんか誠戦得意的な。あ、でもね、松戸にそのずっといるあの篠さんがね、結構ダックさんと対戦してたと思うんで。なるほど、ちょっとそれありますね。そうですね、対戦経験は、まあ、誠なりはしてるんじゃないでしょうか。なんか確かにギガス、あーっとこれはダッシュカラクサが入ってしまうが、あー行かない。手堅いですね、マトダさん。バックしてね。うおー、ゲージが溜まる前に行ったそうですね。倒したいヤマトダさんだが、あ、残るんじゃないでしょうか。これで残るんですか。はい、硬いです。あ、置いてある。さあ、いや、これギガスでは死なない。ワンチャンあるか。そうですね、これでね、D3 か。あー、ダッシュ投げ。誠のダッシュ早すぎて見えないんですけど。設定したやつはグラップできるのか僕はちょっと聞きたい。絶対できなそう。できるならいいけど、できないなら見直していただきたい。さあ、ダッシュから来た。 YX 中が届くんですね。ユリアンと9号は中早手が入ってる。おお、投げに対して立ち台形。中攻撃。あれ、さっきも言ってませんでした、これ。いや、これ中攻撃で2位らしいですよ。中攻撃、あ、そうなんだ。中攻撃でいい。中攻撃だけでいいと。さあ、出なかったか。あー、成長が漏れちゃったかな。掴む。ダッシュにギガスが確定している。しかし残るので次は意地に託すっすね。さあ、それっぽい。え、なんとカラクサが置いてある。いや、あー、なるほど。あれ、はワンチャンハイジャン。いや、ノーマルに見えたんで。ですよね。早かったかもしれないですね。ああ、カルクさん持続に。いや、カルクさんの発生が8なんで、多分起き上がりに投げが重ねられてたら負けると思うんですよ。そうですよね、はい、でもグラップにもならなかったとかいろいろあるんで、早かったかな。ああ、そういうことか。完璧に見えたんですけど。さあ、結果的に大和虎さんが2枚抜いて、平吉さんのチームは3人目。3人目今、議論中。コメントでも、カラクサ。次、葉っぱ丸さん、ネクロの葉っぱ丸さん、お願いします。
これまた松戸勢のハッパマヌさん。カズネーはヒューゴとはやらんと。あ、ヒューゴじゃねえ、誠か。え、誠に行こうとしたんですか。危なかったですね。誠にぶつけれるって、まあ、確かに結構限られますから、まあ、そんなこと言ったらネクロも正解なのかというと何とも言えないですよね。 あんま正解じゃないですよね。これもあの中攻撃でいいやつなんですか。あ、もうじゃあさっきからもう、あ、これで中でいいです。ダッシュから草倒して、まだそこまで行ったわけはない。もうちょっと疑問なんですけど、あの中盤はやてっていうのは、あれは確認は現実的なんですか。結構現実的っぽいですね。あのチャンスさんとミモちゃんが高精度で確認してるんで、あ、多分できてるんじゃないか。ですよね。確認は確認している。チャンスさんとミモちゃんの精度がさすが、やはり本物なんで、やはり黒帯世界に2人しかいない。あ、かくってますね。さあ、ただ次の球がないので、ダッシュ中キックがマジバリアなんですよね。あ、結構ネクもう置いてるだけ。いや、これは確る。お、確定。あそこの距離が確定していくんですか。投げて、しかしまずいゲージが、あ、今壊しで気を入れましたね。今の壊し、あれ3フレーズですね、確か。なるほど、よく暴れた。さあ、ファイナルラウンド、いて、うわー、あっぱ。なるほど、これは中攻撃、うわ、壊し、これは弱電獣に行かない。中攻撃が強いですね。強いです。あっと、最速がこれ減った、減る。さあ、山戸田さんの快進撃を止めていったのはハッパーマンさんのネクロ。さあ、時報、あ、お、これか。じゃあヤラオさんの号機お願いします。ヤラオさんですか。なんか結構松戸対決になりがちな。そうですね、なんかちょっと同窓会感があって、はい、上に行くとも多分あの富永みたいなのがちょっといるんで、その前にね、富なんとかさん遊べるだけ遊ぶ。そうですね、やっぱ楽しくないといけないと思うんで、ゲームって、ね、はい、楽しくできるうちに。トミーさんだけだと。トミーアーナーさん。さあ、豪気ネクロ、これ意外と自分超電磁ありじゃないかぐらいに思ってる。あ、超電磁ありですか。めっちゃ減るんですよ。でいろんなのからつなげれるんで。あ、そうなんですか。ですです、投げから端で中盤超電磁も入るし、はい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 、弱トルのノーキャンっていうんですかね、吹っ飛んだやつを拾うのもできるし、あのドリル空中くらいも拾い直せるんで。あ、なるほど、強いっすね。だから体力も使えるし、合気の体力スタンチミントなんとなくエイク一択なのかなと思ってたんですけど、ですけどやっぱなんか2回当てるっていうのがもうかなり厳しいですね。あ、そうか、まずその距離に行かなきゃいけないわけですもんね。割とやっぱ続かないで、逃げられちゃうともう触れないんですよ、ね、あ、確かに、じまたどうすんのってなっちゃいますもんね。本当に一点集中型なんで。ああ、なるほど、だとしたら超電磁も大ありですね。当てる機会がとにかく空中くらいでいいんで。なるほど、投げからも殺せるし、なので、まあ、超電磁の方がっていうより超電磁もあり。ああ、そういうことですね、そういうことですね。割とネクロ使いは大きいわ。さあ、あっと、いろいろあったが大勝利で暴れて、さあ次ラウンド取ったのがヤラちゃん、豪気。いや、そうなんですよ、さっき白黒さんと見てたんですけど、ちょっとね、松戸勢同士の対決が今、これは相打ちが安い、安いですね。いい相打ち、あ、相打ちか、ちょっとだるいな今の。しかも2本ある、スタンチも赤いぞ。入れ替わりの形になったが、あ、
なんかどっちもなんか気まずく感じるんですけど、そうですね、豪気にやっぱそんなにいけ、あのドリルワンブロー大竜巻とかがあるんで、あんまり上からもいけないのに横も鬱陶しいんで、あーそういうことですか。これはさ、これは確定ですか。ですです、強い。してなければ大丈夫だったんですけど、別にガードでもいいやっていう。そうか、ゴーハドが打ったから、ゴーハド打っちゃったから、ね、なるほど。ダメでもいい、ザンク打ってれば勝てるやつでしたね。いやすごい。これで13対13。ちょっと待って、ジュリアン、え、ネクロ戦下手下手か。じゃあ相馬さんお願いする。じゃあ相馬さん来てまだ10分ぐらいしか経ってないけどネクロ行ってもらっていいですか。相馬さんすいません、ジュリアンがネクロは嫌だって言うから。なるほど、ちゃんと拒否権もでも多分それ以上にネクロは孫と嫌だよな確かにさあここでまたまたと松戸対決になっちゃうんですが、いい相馬さんの誠ですね。なんと第2回3回クーペでチャンピオンになってるんですよね、相馬さん。覇者ですよね。まあこれ相馬さんにもう何十回と聞かされたんですけど、何十回、はい、すごい聞かされてるんですよね。第2回か第3回か全然覚えてないですけど。なるほど、それだけ覚えてると。さあ、さっき白黒さんがおっしゃっていたこの中攻撃がきつい組み合わせですね、これは。そうですね、これはイプソ使うのか、使わない、使わないですね。使わないと、あ、ここですか。要は次の正中戦で勝てるんで。あ、なるほど、はいはい、別に大パン、大ハヤテとイクサヤテ別にそんな変わらんだろうと。あ、それで吐かなかったんですね、今。ですです、あー、そういうことか。今すぐ使えるんですけど、あっちイク使ってるとちょっと大きいのが入らないと倒しきれなかったんで、うんうんうん、かなりなるほど、あー、冷静ですね、相馬さん、はい、お、ヘイちゃんさん、イクサヤテがただ出なかっただけだったりしますあとで聞いてみます大井川勢のヘイちゃんさんも相馬さん頑張ってと、同じ誠使いですよね、確か。なるほど、へいちゃん、へいちゃんさんも見てますよ。うるせ、う、あ、へいちゃんさん、相馬さんから伝言でうるせえ黙れとのことですあの、僕が言ってるわけではありません。相馬さんがプレイをしながら言ってますやっぱ身内だからかな。なるほど、これは残らないですね。すごい減るんですね超減った超減ったさあ、ヘイちゃん、ヘイちゃんじゃない、ハッパマルさんの勢いを止めたのは相馬さんの誠さあ、ヘイキチさん、次はどなたを出してくるのか。そうです、15人スタートなんで、向こうは4人目かな。あ、5人 ?3 の4か。あ、なんか向こう側で、あ、花野さんのユリアン、あ、まあいいやさあ、ユリアンマゴト、まあ、これ表示されてる数が残りの人数となっております。さあ、これつい先日私と死闘を水曜シングル決勝戦で繰り広げたマジック、なんだっけ、マジックミラー、いや今回ハラノって書いてますどっちなんなるほど、今さらさ、今さら感がすげー。ピエロさんもそんな感じだったピエロさんやばいの、ピエロがっていう名前が恥ずかしくてルシファーになったのがやばいっすよ。え、あれそんな裏話、まあ、ちょっと自分聞いた感じではピエロを電車とかで呼ばれるのが恥ずかしいって言ってルシファーにそういうのいいっすね。ルシファーもう呼ぶ方もちょっと気合入りますよ、ね、いやそれで、ね、ルシファーでそれ解決できてるんですかそうなんですか。多分大丈夫なんでしょう。別にどっちもどっち感がルシファー、僕はどっちもいい名前だと思いますけどねそうなんですね
なるほど、まあ本人が言ってんならいいんでしょう。そうでしょう。全然関係ない話をしてたら、いつの間にか相馬さんが1セット取っていますね。さあタックレンス挟み込みが、さあバックモックバックで跳ね返ってきた。あ、なるほど、おろし成中つないで相馬さんがアナンさんを倒す。これはぶつけるキャラが難しいな。難しい。平吉さんも悩んでますね。本当ならちょっと誠戦得意なダットリーとか一番ぶつけたいんですけど、なんと今日ダットリーが一人もいないと。そうなんです。もう圧倒的にキャラさんで倒しに行くしかないんですかね。うーん、でも結局誠だからな。ちょっと向こうあと誰が残ってんのかがあれですけど、僕はドラマーさん出すかな。ドラマーさん、はい、僕なら。なるほど。おお、本当にドラマーさんが出てきました。読みが当たりました。あ、聞こえた。あ、犬さんだ。すみません、全然違いました。全然違いました。おっと、どっちだ。なんだこれ、ドラマーさんって聞いたけど、犬さん。おっと、ドラマさんはなぜか俺だと思ってます。もしかすると実況の声が聞こえて呼ばれたと勘違いしちゃったんですけど。なるほどなるほど、すいません、失礼いたしました。ドラマさんごめんなさい。すいません、読み合いが散らかすことだった。さあ代わりに出てきたのは犬さんのチュンリーですね。犬さん最近、あ、あれか、今月あのニュートン10先が、はいはい、明日です。まあ言うんですけど相手は。ですよね、今すごいやってらっしゃると思います。主にババミカドでやってるのかな、犬さん。なるほど。さあチュンリー使いの白黒さんから見て、この誠対誠というのは、これなんか、まあ、最近ちょっとまた変わったんですけど、一時期これぶっちゃけ五分でいいんじゃねぐらいに思ってました。おっとっとっと、五分ですか。いや本当に、あ、本当ですか。あ、横で誠使いめちゃくちゃ横に首振ってますけど、あれなんかだいぶ否定入ってるんですけど。そうですね。でもそれは前の話ですよね。そうですね、最近ちゃんとチュンリーやればさすがになんですけど。じゃあ言うて誠がちゃんと1本目貯めようとしてる誠少ないんですけど。あ、なるほど、うん、あれだって溜まったらもう何刺さっても死ぬ半分のキャラじゃないですか、ダッシュから。確かにそうですね、そうですね、うん、誠がちょっと勝負急ぎすぎてチュンリー側の方が先に溜まって、でなんか正中線が溜まる前に死んでるんで、生きて1本溜めようとしないのがちょっと誠側のなんていうか劣勢になりやすい状況。あ、もっとじっくりじっくりだと思います僕は。あ、なるほど、やっぱりなんか、はいはい、溜めてからが話し合おうみたいな。なるほど、そこからまずスタートということで、多分誠側は話し合う気さらさらなさそうなんですけど。そうですね。あ、もちろん押し付けが通るとそのまま勝てるんですけど。なるほど。殴られ返されちゃうと結局チュンリーのゲージも、ああ、そうですね、誠の被弾も増えるんで。確かに確かに、結構最初慎重に行った方がチュンリー側もいけないですよ、誠が水ジャンしてて。確かに、うん、なんかやることなさそうですよね。そうですね。さあ辛草通って大盤 EX で、今のは早手成中は成中は吐かなかった判断ですか。死んだかゼロなんで割と吐いてもよかったと思うんですけど。そうですね、まあ、結果的に倒したのは相馬さんの誠。さあ相馬さんいい感じですね、まあ、来て10分と思えない動き。そのうちなんか怒られそうだな。これちょっと我々のチーム押され気味。そうですね、4人差つきましたねこれで。これは次は誰かな。うーん、あ、なんと次は松の期待のルーキー、ルーキーでもねえか、アツオやんですねこの後。これはもう嫁さんが名前を取り戻したという。そうですね、その前は何でしたっけ、イカマンか。いや、あ、タコマンだ。あ、タコマンだ、間違えた。イカマンは別にいますね。あ、あれはイカマジンでしたっけ。ですです、イカマジン。タコマンは俺だから名付けよ。ね、ほんと取り返すのに苦労しましたよもう。名前変えるときはさ、俺に相談してる。
いや西川さんのねつける名前ね配信できない。今言いそうだった俺。危ない。ダメダメ、バンされちゃう。バンされる。バンされちゃう。さあ松尾さんと相馬さん、これも松戸でよくね。なるほど。しかも松尾さんはね、はいはい、誠戦やってますよ。あ、なぜか投げれない。なんだ。では移動から来た。いやスタンはしない。そうですね、この次かな。さあ結構これ誠が、あ、じゃない、ヤンが誠に粘着すると結構強いんですけど。そうですね、やっぱ正中線がこうやって溜まると、うんうんうん、え後ろから気のせいだよって声。いや、あなたヤン使いなのか。もうちょっとヤン大事にしてあげて。西にヤン強いからちゃんと強い。さあコパン3つから入れきそうだ。松尾さんはもともとギルティーゲアをやってたプレイヤーで。ギルティーゼ。そうなんですよ。で本当に始めたての時から僕ずっと一緒にやってるんですけど、はいはいはい、もう本当見違えるほど成長して、へもう最初なんか飲みのような心臓で、もう大会緊張して前が見えないとかよくわかんないこと言う人なんですけど、目つぶってるような状態でやってたんですね。前向いてんのに前見えないとか言ってて、すごいな。そこからね今すごい練習、多分一番松田でやってたんじゃないかな。確かに自分行くたんびにいましたね。確かあ、やっぱり見ましたか。はい。お。さあこれ正中線が溜まると、まずい。さあ相馬さんが勝っちゃうぞ。どんどん8か、8だ。熱を熱をってやつっすね。そうです。はい、やっと配信で言えました。ありがとうございます。熱を勝っても言うやつっすね。こんなに言われるんですか。やばいっす。飛んだ嵐さんをここで切っていく。なるほど、贅沢ですね。さあ、あのバーチャーでも有名なです、ね、ゲームセンター嵐さん。そうです。いや嵐さんが4人抜く予定ですか。さあ嵐さん4人抜くと。はい、しかも最低ですから。最低4人。はい。さあ白木さんさんはそうおっしゃっているが、これもっすね、誠が結構1本貯めるのが鬼門なんすけど、うんうんうん、貯めれないとやっぱ逆転の球がない。なるほど、うん、なんか印象なんですけど、上から来る豪気に対して誠ってどうなんですか。なんかすごい、あーそうっすね、やっぱくぐるか垂直バックジャンプでとりあえず付き合わないのが。あ、なるほど、飛びをもう付き合わない、うん、ですね。おっと、弱強いから唐草。おっとスラン一歩でもこれが入んないっすよね。あ、なるほど、繋がらないっすね。いった、やばっ。いったさあこれもう誠が最大火力持った状態でいくんで、うん、気まずい。あー、壊しばらまいてますね。ちょっと流れが悪いだけで。さあ出なかったか。あー、上見てますね。なんか結構下に意識を割いてるのかと思いきや、ちゃんと上を見ているゲームセンター嵐さん。なあ、やったが正中線パナしていく。まあ言うて1本2本あるんで、1本はパナしてもいいぐらいの。なんと、え、嘘でしょ。嘘やん、上見てんだ。あ、これ確定ですね、もうほぼほぼ、うん、あー、なるほど、削りで相馬さんの勢いを止めていったのはゲームセンター嵐さん。さあ次我々のチーム、あ、もう座って、あ、違うな、押したのかな。これちょっとリセット、すいません、まだワンピーが決まってないので。じゃあ、あ、大変さん、ちょっとリセットお願いしていいですか。すみません、ワンピーがちょっと今、相談中です。じゃあジュリアンで。ジュリアン、なんかジュリアンってすごい長いプレイヤーなんですよね。あ、10年以上前から。へえ、なんかあるプレイヤーみんながなんか懐かしいって言って、
なんか自分も育芸戦なんかほとんど8割ぐらいでジュリアンいますね。いますよね、はい、なんかあいつ本当に一人なのかな、何人もいるんじゃないか、まさか。確かにワンチャンあるっすよね。高田の馬場のジュリアンみたいな。高田の馬場のあっとね、さっきジュリアン足立さんに行くとき、え、俺って言ってましたけど全然全然いけちゃってるが、しかしまあそうは言ってもいいですよね。足立さんも100戦連覇、普通に飛びが通る。さあ投げて、投げて、お足投げて、投げない。あ、いわゆる鳥かごというやつですか、これ。昇竜をしない、なるほど。さあ多彩、あマジ多彩、引き出し多いっすね。そうっすね、一個も対応できる気がしなかった今。すごいな。あ、ただ火力ちょっと、ただジュリアも強心臓ですから、ひよがないですよ。いやー偉いの今の、ちゃんと待ちましたね。ひざめっぱ、これは投げて、あ、ジュリアン若干苦しいか。大パンブローラル100機、おっと、あ、ちょっと見えてきたが、あーなるほど、ちょっと早かったっすね、しゃがみ中パン。ジュリ言った通りでしょ、でしょ、ね、真顔で多分ね、勝ってたらそんなこと絶対真顔で言った通りでしょってほらなぐらいのさあ、嵐さん、あと2人お願いします。嵐に俺さんお願いします。ノジア1回も勝ってない、大丈夫ってことは大会で勝てるか、そういうフラグですかね。そういうこと、なるほど。さあ、俺さん対嵐さん、俺さんエレなんですね。これぶっちゃけ分かんないっすね。すいません、僕も全く分かりません。とりあえず切った感がすごい。なんかどっちもいけそう、ヒーリング、へえ、そうなんですか。ヒーリング、豪気を単体でさばけるならヒーリングだと思ってるんですけど、さばく自信があるとということですよね。なるほど。さあ上から取って、綺麗なコンボ、痛いっすね、豪気の中足中竜巻、大昇竜が入るキャラなんで。あ、大昇竜が入る、ですです、チュンリーアレクと一緒かな。なるほど、魔法が入りましたっけ。うん、痛いんすよね。おわっと、飛びが通って、あ、そっか、ブレイブとかじゃないんだ、そうだ、ヒーリング、結果的に体力リードしてるのは俺さ、前出しラウンドアーチ出なかったが、さあ空陣刺さって大勝利。おお、いや、これはなるほど、なるほど、賢っ。今のは多分残響をガードしててもダメでしたね。ダメですね、ダメでした。なるほど、甘えませんね、嵐さん。ほう、ヒーリングですか。笠さんがほうと、これ多分あるんですね、このエレナの。エレナ使いにした、ワンちゃん笠さんもヒーリングかもしれないです。あ、なるほど、私以外にもいたとはみたいな。さあ上から、さあこれは、さあ着地に垂らして、 EHI の方は確かマイナになんで大勝利確定っすね。なるほど、はい、ですです、弱中強 EX から2、3、4、6、2だったかな。大勝勝利権振っていく。さあ嵐さんがお出さんを抜いて、そろそろあれ、ユニアンしかねえな。ユリアン3枚もいるぞ。本当ユリアンさんすいません、あ、ユリアンさんじゃねえや、ユリアン使いの人たちすいません。よう呼んだか、ユンいない、いるけど切りたくねえ、ここ。そうね、西川くん、いや、嫌だって言われましたけど、西川言うんで。西川言うんで。あ、そうそう。
さあちょっとね、しのごの言ってらんないです。西川さん、西川ユン来てきます。しっかり言われた通り。あ、笠さん、豪気にヒーリングは選んだことないそうです。なるほど。ザビ豪気は、豪気戦はヒーリング。もうめちゃくちゃですね。一体どっちなんだろう。確かに豪気使いがそうやって言ってるんで多分嘘です。そうですね、はい、こっちの方が嘘っすね。笠姉が正しいよ。笠姉が正しいですね。さあ、嵐さん対あの距離近代パンになりましたね今全然近くなかったですけどねさあ、安く済んだが投げて、まあ、そうは言うても西川さんも豪気やってっからな絶対。中壊し、しゃがみ確認か。これ結構ゴーキーユンきついんすよね。そうですね、減るんすよね。とにかくこれも後半に食らってまあ安いのかこれ、まあ、あーっとでもこれで4割ですかね。さあコアコア鉄さん、いや残りはすると思います。おっとコンボ見せて中途松巻で暴れて、あーカクカクしていけ。おいしい当たり方したがあるかな。なるほど、嵐さんの勢いを止めていく。ジュリアンがうなずくだから言っただろうと言わんばかりのさあ西川ユンが嵐号機を止めて、しかし西にかこれ、うーん、おっと次早尾ヒューゴです。なんと早尾さんのヒューゴ、はあ、まあ難しいな。でも今からもうね、あの人速ないとかそういうのもないか。まあ、確かにあの俺さんがなんかやられちゃった、やられちゃったって言い方はちょっとあれですけど、うんうんうん、俺さんがいなくなったことによってちょっとヒューゴが存続しやすい形に、そうですね、なったのかもしれないです。かなりの天敵なんで、本当はこっちもユリアン3枚いたんで切りたかったところなんですけど、ちょっと大パン、ちょっとコンボ見せたか。災害あやおさん、現役人で来てくれたらチャンスだって言ってましたよ。チャンス、はい、あ、そう、あ、来てくれてありがとうということですか。ですですです、俺のターンのチャンスがあるみたいな、そんな風に言ってて、ヒューゴツケみんなセット持ってるんですか。いや、多分そんなことはないと思うんですけどよかった、あ、めくり。ちょっとコマミスの絶唱が功を奏してる形にユンはね、ちょっとそういうとこありますからね。確かこれマジ減らないんすよ。減らないっすね。見てくださいこれ、あれね、多分歩いてしゃがみちょっと当たってんじゃないかな。なんか難しいっすよね。そうですね、さあしゃがみに当たっていく大パンデープ。おーっと途中から攻撃が吸う気がする。これは多分何もしてなかったらよかったんですけど、中継を振ったがためにですね、前に出たおかげで。すごいな、投げて、さあ西川さんが地上と回しまくってる。ただ切断高い雷撃を食らうと、なんと EX 認証。なるほど、暴れていって勝ったな西川ユン。まあ、確かに投げ濃すぎてな、あれは。そうっすね、遅らせしゃがぐらしかちょっと対応、全対応がなかったっすね。ですよね、うん、これさあ次は篠誠。篠さんはね、篠さんはね、ユンやってるはずですよあ、そうなんですね、やってるはず、どっかの誰かさんとやってるはずです。なるほど、色は違いますが結構最近ちょっと王様になった方ですね。なんかとあるね、ユン使いが、うん、だいぶに英雄飲まされてると。なるほど、話には聞いてますが、ただ本当にやってる。そうなんですよ、前風呂だが、なるほど、高い、あ、高いやつ、あれ高いんだよな。壊し暴れて
さあ、一段届く、あ、歩いて下めだ。今のはちょっと使ってもよかったか。早い早い早い。さあ、しのさんの、しのさんらしさが出てきたな、これ。おっと、これは投げて、さあ、投げて、まだ投げて、欲張ると足の、なんと逆に投げ返す EX 投資。さあ、けますくなった。すごい、壊しで避けた。なるほど、これは幻影陣が絡めば投げて EX でしょ。あー、にちゃんと見てる、甘えは許さない。あー、西川君、こんばんは。まあ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 、やり直す。いやー、ちょっとドキドキしましたね。いやー、これでも正中線を結構早い段階で打ってもいいんじゃないかと。なるほど、壊し3つ、逆に EX 避けましたね。確かに鉄山の隙間に壊し、なるほど、これは読み合い。さあ、壊しを読んだんですが、あ、これ確定です。あ、中盤か、なんと、あれ、泣くだですか。軽くさだと思ったんですけど、モーション的には中盤でしたね。中盤の方てか、あっこから泣くなんの、すごい。ちょっとユリアンが多いな、今うちのチーム。切るか、そろそろな。弁当屋さんもあれですかね、ユリアンなんですかね。あ、ベンちゃんも、あ、なるほどなるほど、どっちでもいい。え、あ、なんか弁当屋さんが心を決めてますね、あの顔は。じゃあ弁当屋さんお願いします。大丈夫、ベンちゃんは渋さんってやってっから。いや、問題は何を取るかはまだまだ分からない。そうか、もともと9使い。ああ、今日はユリアン。あ、でもね、なんか、なんだっけ、何かのタイミングでもうユリアンにしっかり切り替えたらしいので。なるほど、エタちゃんさんから弁当屋、俺以外に負けるなと。僕の記憶ではエタちゃんさんって誠じゃなくてユリアンだった気がするんですけど、うん、エタちゃんってユリアンですよね。はい、そして誠ユリアン戦でユリアンが俺に負けるな、結構ちょっと結構っすね。難しいな。あ、見てからっぽい、詳しい、全部なんか咎められてますね。確かに、いや、これだいぶ慣れた動き。ただ、え、これマジでうまい。え、うまない、え、あれって見てからいけるもんなんすか、さすがにっすよね。自分なんか昔そういう人当たったことありますね。なんかその壊しのモーションがタックルに勝ちやすいんですよね、なんか。へー、そうなんだ。長い以上に本当に相性がいい。今3発ぐらい打って3発止められてましたよね。確かに、あれをブロっちゃうとウェイジスとかの読み合いが発生するんですけど、もう潰しちゃえばもう何もない。あ、そっか、なるほど。しゃがみ中パンとかは多分やられ判定の関係でうまくやらないと勝てないか、勝てないかっすね、そもそも。ああ、なるほどっすね。帽子は誠の本体は後ろにいるんで、うんうん、さあ普通に取り返していく。壊し打って本体後ろにいるんですか。そうっすね、だから勝ちやすいんですよね。出し投げで通して中盤、前ブロ、あー、4。さあ、これは使える距離だが出なかったか。あー、そう、あそこモジモジしちゃうと入れ替えられてちょっと今度決まってなりますよね。そうなんですよね、割としっかりあれは張りたい、入っていったいってことですね。さあ、タックルで無理やり入って前に、あ、エース消えたが、さあ、タックルで入っていく。さあ、しかしこれは次の1本入って、気合の立ち技、歩いて投げはしっかりラップ。さあ、誠の時間だが、もう被弾が正中圏内ではないのかな。ああ、いや、残りますね、残るな。さあ、若干残って、起き上がり遅いんで、なんだなんだって。まあ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 、なるほど、来ましたね。びっくりした、今飛んでった、同じ軌道で。あ、ここでドラマーさん、ベンちゃん思いっきりあるな。さっきおでさんがベンちゃんのプレー見て元気があるって言ってました、ね、かなり元気ありましたね。元気あります。なんか仕事のストレスをすべてここで晴らすつもりらしいです。なんかドラすごいストレスある感じなんですかね。大変さん、ドラマーさんって呼んでますけどもう座ってますね、はい。あー、こっちに言って、あー、そういうことか。これは残り平吉さん、我々のチームが残り6人と、いよいよちょっと佳境に入ってきましたね。これはまずいっすね。今
平吉さんチーム残ってるのは、まず平吉さん、和也さん、よいちさん、白黒さんと富井なんとかさんですね。富丸さんは多分奥でずっと北斗やってる。あ、まあそうなんですね、はい、なるほど。やらなくてもいけると。もう やってないかもしれないですけど。あ、そうなんですね。この大会が始まる直前までは多分トキやってたんでハートとゴブのトキ。そうっすね、なるほど。トキがいねえんだけどとか言いそうですけど。さあ脱出からの脱出。あーっと DJ、 そう元気なんすよ元気っすね。さあどっちも元気さあなんかちょっと待って、すごいぞ。 なんかいろいろあったか。なんとも元気ですね。かなり展開的にはこれはデンデンがしっかりデンデン、なるほど、取り返していく。ドラマーさん勝利で、ヨネさんチームが残り8人。ないい勝負だ。なんか結構押されてた気がしたけど。嵐兄がヘブ君行きたくない、ないだろうな。西川さんが順番に儲けてますぞ。いやなんかなんで太平の方が豪気には行きたくないって。太平さんが俺より後だと西川さんが怒っております。俺なんで太平の先なんだと。このユリアンは太平エリアンです。皆さんお待たせしました。勝っても負けても数字の取れる男、流線は俺だと。なるほど、宇宙一俺が竜とやってるユリアンだと言っておりました。フランス大会でも結果出してますからね。そうですね。まあマジすると多分どうなんすかね。日頃ニュートンでクニさんとはよくやってるんですかね、電人ニュートンは。あーどうなんすかね、実際はちょっとよくわかんないですけど。あ結構気まずい、だいぶ遅らしたな。あおっとなんだ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 、おっそ膝膝じゃねえ肘すみません、ちょっと中立で実況したいってことなんですが、ちょっと肘遅すぎて、おっそって言っちゃいました。いや事実なんで、すみません遅いのは事実、すみませんですよね。一回電車過ごして次の電車の時に肘やったみたいな。その後のヘッドはめちゃ速かったですけどね。竜の飛びモーションでもう打ってましたけど。うん、すごいな。さあ中足さつまき、さあちゃんとクイック見ての、偉いですね。おお、さあ毎回間に合わすんだがあのレバガチャのちょっとおすすめがあって、はい、レバガチャして相手の飛び台形のタイミングでもうガード入れた方がいいと思います。今みたいに復帰しちゃってレバガチャまだしてて殴られるっていう可能性がなくなるんで。はあ、なるほど。ガガガガガガ、あもう殴られると思ったらもう諦めてガード入れるでやると、復帰した時は出ないでガードになるんで、おすすめの連打です。あ、それはちょっと僕も勉強になります。ありがとうございます。直前ガード、あ大変さんの場合レバーガチャっていうより台叩いてる音がするんですけど。そうですね、バン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 なんですけど、あれはレバーじゃなくて台叩いてますよね僕の記憶だとニュートンの店員さんだったと思うんですけど、確かそうなんですけど。大変さん、大たたあたゲージなくなっちゃった、やばい、 EX 入っちゃった、たたた何ある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 のか。大変さん、大変たたたた安直なタックルでしたね今のはワンチャンありました。 EX なかった。さあフランス大会で活躍したあの大変さんを倒していく。今日も無敗だったあると思った。さあ誰だ、リュウか。わさびさん行くか。ドラマさんマジありがとう。わさびさん、どう思いますか。あ、なし。じゃあどう思いますか。はい、じゃあなしで。振ってる、文句言わないでね。ヘブ君お願いします。おじきが頼むよ。おじきが細かく今、ね、東大戦がワイスビーさんどうすかって言ったら、フル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 って手を横に振ってました、ね、首を、はい、あの選んでたら後で説教されてたと思うんでちょっとホッとしました。いや皆さんの大変さは消えましたでもなんかやっぱ見せましたね。そうですね、やっぱもう負けても盛り上がっちゃうのが大変さん。やっぱ見てくださってる人がたくさんいる中で、やっぱそういうリスナーの方は楽しませるっていうのも一つ。そうですね、もうエンターテイナーじゃないですか、ね、はい、ですよね、まあ、いるだけで
楽しい。あ、さあ上を通して、さあ EX 出なかったか、ちょっとね同情しが失敗しかな。この二人はニュートンのビギナーズ大会でよく当たっているはずなんですよ。なるほどなるほど、はい、帰ってきたが、さあ手前に押してきた。あー前プロに遅らせ中足と、これ気づけば星も7対6と。そうなんですよ、なんかすごい追い込まれてた気がしたんですけど、拮抗してきましたね。なかなかわかんないですよ、もうこっから大変なことになりそうなメンバーがいやーこっから濃いっすよ。さあこれドラマーさんがやってくれれば五分頼む。ダッシュ投げが通るが、さあちょっと中間タックルが重なってればしゃがみガードでも入るんですけど、なるほど、ちょっと早かったですかね。これはさあ欲張ったが、ちょっと遅らせてた感じしましたけど、あーおっと出なかった。しかし一本ある、気まずい。んーとっとー、テリブル渡っていく。さあドラマさん、ほら EX タックルもちょっと気にしますよね。そうですね、すべてがもう粘着するしかない。打つか打たないかの4回は。なるほど、逃げないパン。さあドラマさんを倒す、ヘブンさん残り5人。おっと次はカズネ。いや実はカズヤさんは、はい、今までの対抗戦でおそらく不利だと言われているこのアレク・ユリアンでものすごい結果出してるんですよ。なるほど、これ自分ユリアンでよくアレックスとやるんですけど、なんかユリアンは B ユリぐらいかなって思ってるんですけど。あ、なるほど、明確で、まあ、明確な差はないけど若干ユリアン有利と。ですです、なんかその入った時にマジきついんですよねユリアン側が。あ、なるほど、横投げの後の読み合いとかが、はいはいはい、フラチョがもうなんか、なんていうんですかね、なんとかブロ肘がもう全部中フラとかに潰されて大変なことになるみたいな。あ、そうなんですか。ですです。へえ。とかもうヘッド適当にやったらやっぱなんちゃらフラチョとか結構なんか適当にはやって勝てないっすね。で今のこの引き台パンもヘッドやってたら捕まるんですよね。え、そうなんですか。ですですです、ガードヘッドやらないといけないっすね。ガードヘッド、はい、遅らせヘッドやって埋めた引き台パンだけはガードして、来るなんか遅れてくるパワーボムとかはヘッドで抜けるみたいな。なるほど、しかし白黒さん、そう、これっすね、これが地獄です。そういうことですか。これマジ地獄です。じゃあカズヤさん、ユリア戦はよく分かってらっしゃると。なんか仕上がってますね。さあ今度は打って変わってヘブン君が押している。これはペケ事件で、そうですね、この前ブロ、これ行った時だけはもうユリアンが一番ドヤれる。ツードヤですね、じゃあ今ので。ですね。ドライバリ。あとは中央と端のコンボもちょっと難しかったりするんで、意外と火力出しにくい。あ、そうなんですか。はい。カードですね。意外といい組み合わせなんですかね、じゃあ。ああ、だと思いますよ。綺麗にやりたいユリアンと近づいてめちゃくちゃにしたいアレックスみたいな。おー、なるほど。あ、なんかいい構図ですね。うん、だと思いますね。これヘブンさんがかなりうまいんでなかなか入りきれない。あー、前ブロ投げがまだあるぞ。差し込んでいく大パン、まだあるな。これ中盤で止まらないですかね。中盤の持続が長かったですが、勝ったのはヘブンさん。これで星は7対4。なんとあと4人しかいません。これはまずい。あと平吉さん、余一さん、私、富丸さんですかね。平吉さんが出ます。ここでリーダー、ここでリーダー自ら止めに行くと。米さんのチームが僕、米ユン、ひろゆき、チュンリー、デコイゴーキ、シンタクは何使うのかな。シンタクで今
対戦しているヘブン君のユリアンとオリュスさんのチュンリー、 YSB さんのヒューゴです。まずくないですか？全然まずくないです。ちょっと誰か、早尾さん復活させてほしいですけど。何ですか、ザオリックあるんですか？ちょっとマジですか。マジか。アレイズは出んかったっすね。ザオリック、お、さあクイックが取れてるのね、はまらず。え、今だけ当たんないの、あれ当たんない、なんで当たんなかったんすけど。でも平吉さんもね、さっきおーっと、クイック取れてないが大丈夫。さっき松戸決定戦で決勝まで来て、はい、来てね、温まってるぞ。そうですよ、勢いまだありますから。さあ小足が打ってほしい。いやー、かなり守りがすごい。エイジスなんて何のそのですね、来る時だけ置いてある小足。さあ1ラウンド取ったかな、トサナミなんですね。これどうなんですか、聖中。いや、僕は多分聖中が一番安定すると思ってます。なるほど、はい。ちなみにすみません、聞いてばっかりで、はいはい、ユリアンっていうのはダブルを当てた時にスタンっていうのは、はい、あ、何が負けたって、あのダブル引き上げはスタンはするんですけど、なんかそのユリアンが別に、なんていうのかな、そんなにエイジスある時だけ行けばいいんで。あ、そういうことか。そんなに寄らなくていい、この時は逃げればいいんで。あ、ヘメン君分かってますね、やっぱり。あ、ですです。だからトサナミそんな食らわないっすね。トミニーぐらいまで行くと別なんすけど。ああ、そういうことですね、うん、そうそうそう、まあ、とにかく拒否って強い時だけ行くっていう、こういう時だけ張ればいいんですよ。あ、バックステタックルからので、ここだけ土佐食らわないようなやり方して、で張れるんなら張るし、張れないんなら逃げると。だから、はいはいはい、正中線だともうそうもいかないというか、いつでもどこでも半分減るやつが。さあ、これは届くのか、でできるか。あー、早すぎたか、全然わかんない、あれダメなんですか。いや、できてたんですけど、ちょっと早かったっすね。なるほど、一発目見てスライドしてるかしてないかを。いや、これ早く逃げれば壁際痛くないっすね、誠は。そうっすね、前ジャンプが何な、な、遠かったか、結果的にこうな、だいけだいけ、あー、うまい、ずらした、ダイバー。確かに読み合いのポイントをちょっとずらした。ヘブン君を止めていく、本命のあの台形が。チュンリー2枚いるな。チュンリー2枚、ヒロエキさんお願いします。チュンリー2枚いるの。2枚、まあ、石田君のさ3枚分なんで、まあ、こっちフリーっすね。あれ枚分って何。こっちフリーっす、ね、さあここも松戸。いや、これ一時期私が五分だと思ったカードをぜひちょっと見て。さっき言ってたやつだ。はい、いや、ワンチャンあると思ってたけど。本当ですか。まあ僕はちょっとね、知識が浅いのであんま適当なことも言えないんですけど。いや、結構本当誠側の仕掛け方ですかね、本当に。さっきのお話だと、まあちょっとじっくり一本貯められるかどうかです。あ、これが平吉さんかなりうまいですよ、チクチクしてる感じ。ひろゆきさんもね、数ある大会でね結果出してますから。あ、もうこうなるとあと1回タッチすれば正中線突破なんで、今誠側のその勝負タックはあるんですけど、リープリープ中足という、なんかもう上下で嫌になって立ったところに中足が刺さると。そうっすね、なんかユンの幻影人みたいな顔しちゃった。お、チュンリーでも同じことしちゃうのか。で、これも結構早い段階で正中線使う方が本当はいいですね。なるほど、早めに入って次のラウンドのことも。なんか壁があるんですけど、勝てあれ以上進めないっぽいっすね。さあ、かなり押せ押せだが、中押しが、なんと攻撃も出て、おっと、リープ通してブロミス痛かったですね。あれちょっと緊張するんですよね。わかります。さあ、これはあと3人、あと3人座ったのはヨイチウリアンですね。さあ、ヨイチさん座ってますね、うん、
これあのワンちゃん富にこの事態を知らない可能性がありますね。今こんなに追い詰められてるみたいな。ワンちゃんどうか多分知らないです。やっぱり今まだハートさんをじゃあ垂れ込みが入りましたね。入りましたね。まだ北斗中と北斗中余裕ありますね。やっぱりありますね。これちょっと富に対象にしよう。あと全部よろしくって、先に白黒さんを出していくと。いやーこれはちょっと、ただ陽一さんは松戸の方、あ、そうですね、ですよね。正確に言うと元々はビッグワンでずっとプレーをされてた方で、はあはあ、え、当たるんさ、あの身が詰まってるんで、いくらなんでもユンみたいな感じですね。あとはなんか見覚えあると思ったらそういうことですね。ですです、かなり似た感じです。さあエリスがちょっと出ないか。エリスですかね。トミニー行くのは NG で。北東勢の方は大将ということでです。なんかあの次行きたいって今そのエキさんからことづてあったんですけど断っときました。次行きたい、ダメだと。トミニーよろしくと、破顔拳決めてくれと。なるほど、即死。さあこれはスピアイジス、あ、北東勢の、あ、富永さん、いや、富に遅刻したんですよね。じゃあ遅刻は、すいません、ちょっと王不在。富永さんって王様でしたっけ。いつなったんすか。え、さあ大慶調子、なんか僕の記憶だとこの前の松戸をなんか2オンの大会、え、違う、なんだっけ、なんか2オンの大会一人で出てましたよね、富永さん。ルールも知らされることなく大変なことがありました、富永さん。なんとひろゆきさんが抜いていく。2対6になりました。よし、なんと富永さん参加費まだ払ってません。何してるんですか、富、あ、富永さん、じゃあ僕行ってきます。さあここから富永誠と白黒のチュンリーが控えております。地獄ですね、地獄。あと白黒富永、白黒富永。いやー、ここは地獄だよ。この2人を削るのがどれだけ大変か。 6人足んない、6人足んないって。こっちは4人いる。ひろゆきチュンリー、デコイゴーキー、シンタ君は何使うか分かんないですね。多分剣なのかな。オリュチュンリー、 YSB ヒューゴ、いやギリ五分ですね。五分かな。魔王がいるからね、富にも王だからね。魔王がいるんでね、僕魔王ですから。沖縄修羅の王がいるからね。いやー、撮影よ。ちょっと怪しいですね。さあ、同キャラ修羅の王が、し、同キャラワンチャンあるぞ、これ。ワンチャンありますね。なんかね、ひろゆきさん、エボジャパンでね、一回白黒さん倒してるんですよね。勝ってたっていう、なんか情報は、まあ、ちょっと日頃の試合はよくわかんないですけど、同キャラのひろゆき、タロキシは最強だって言ったもん。お、そうですね、タロキチさん曰く同キャラ最強はひろゆきだと言っております。常識は通用しないです。誰にでも勝てるし誰にでも負ける。確かに、なんか昔そういうプレイヤーいたな。さあ歩いて移動投げ、ハッケー、わあ、いいの投げですね。これはあ、つながる。いやー、母さんが死んでる。ブロールのは分かっていたと。さあ1ラウンド取ったのはひろゆきチュンリー。やはり同キャラ作業あるんですかね、これは。さすがにやりますね。でも白黒さんもゲージパンパンです。パンパンですね、さすがに。さあ確定、大木さん決めて、大木攻めは中押し、逆に投げて、投げハッケーが敷いてある。いやもう壁の技振りが次々と刺さっていく。リープの着地に中足回転、ね、取っていったのは白黒チュンリー。今のリープもね、ちょっともうちょっと迷ったら入ってたね。さあファイナルラウンド、ゲージはひろゆきさんが圧倒的に良いですね。さあどうなんですかね、まあ、たまる前に行った方がいいのかな。猫パンに猫パンで、さあ
ターザンはしっかり立ちガード。猫パン、猫パン強いんだよな。猫パン、なんかこのチュンチュン見てると気持ち悪くなってくるんですけど、昔だそう。さあ先に刺したのはシルクとチュンディ、要素要素で展開優先。しかし2本あるからね。そうですね、闇のゲージがこれ1本刺されば、あーっとあるんじゃないかと言っていたら、やっちゃったら浮いてます。あーなんか対策っぽいぞ。浮いてた、浮いてた、浮いてた、止めていったのはひろゆきチュンディ。あそこで浮いてた、シルクとチュンディ斜め台キックか前台キックか。そうだね。さあ前のシュンディか、うん、あれどうしよう、俺かこれ、うん、あと誰いんの。え、どうだ、おじ しんちゃんはどう思います。デコイさんとかいいの。そう、俺はね、僕ですよね、君だね、俺シロクロさん、俺全然勝てないですよ。俺あと誰いんの。あ、そう、ああ、おお、あ、まあ、どうか、しんちゃん、死んでこいみたいな。しんたわ。まず死んでこいじゃんこれ。しんたわ。キャラ的には言うんだろ。まあまあまあ。お、ああ、そうなんだ。しんたわ。しんたくんか。しんたさんにお願いします。しんちゃん、あ、いない。さっきいたけどな。しんたさんお願いしてもいいですか。すいません。しんちゃん。新田さんお願いしてもいいですか。すいません、ありがとうございます。さあキャラは何でしょうね。やっぱ剣かな。この人マジ強いんですよ、マジ。おきた、これ最高峰のレベルの剣はかっこいいっすよ。剣戦が見れるよここは。あ、そうですね、うん、相当レベル全国でもトップクラスの剣戦が見れる。全国とか全世界だと思う。全世界ですか。この前の、ね、クーペレーションカップでも活躍したお二人ですね。あ、チームメイトか、うん、そうだ、奇跡の世代で二人で出た。すげえレベル高そうだな。もう剣溜まってる。これチュンリー溜まるまでは剣すごいだろうな。お、読んでた。うわ、まだ出さない。そこかかと中央足が置いてある。でんでん大勝利かっけー。1個目取ったのはシルクのチェンリー、うんうんうん、まあでも新太君ゲージパンパンですからね。2本ある。やっぱなんか黙って見ちゃいますね。実況としてあるまじき一言も喋らない。投げて地獄くる。さあ投げはグラップ取っていく。猫パン大パン、画面端を逃げていくのはシルクのチュンディ。大勝利、めちゃくちゃ画面見てますね。すげえな、いい移動投げだな。あ、あれしゃがみ限定ですか。しゃがみくらい限定です。お、中央地投げ。さあこの後の表裏、さあ表裏、あーなんか投げで暴れていく。早かったかな。これどうしよう。これどうしよう。いや、俺はまだ富二のがいいな。行きたいっすかって言って。行きたくないだろ。え、もう俺じゃんこれ。どう考えたって俺だろ。オリュ？あ、でも同キャラ。オリュさん同キャラ？わあ。見たい。同キャラまたミラーってやつですね。チュンリーミラー。さあオリュ対白黒。オリュ白黒ですね。白い方がオリュですかね、うん、やってないと言ってても俺は俺です。貯金がめちゃくちゃある。今なんかすごい鉄拳やってるんですよね。そう、ここ1ラウンド目からしびれるね。出ないんだ。あ、まだ出さないのかも。ジジジジする。あれ、これ白い方が降りてるか、うん、
リーサルか、そうだね、そこに見てんだね、ちゃんとね。一本目しろけど、うまい。さあ白く、ああ俺が一本目使って白黒の守りが、あさあここどうする、まあゲージ置きはオリ君が良くなったね、若干結果的に。そうですね、まあ、ほぼ五分ですかね。このテーブルが邪魔と、本当だ、なんか見にくい。そう、あそこでやるんだ。うわー、ちゃんと見てる。オリ君刺していけー。あと一度吸ったけど、まあ、OK でしょう。よし、攻略戦。あ、なるほど、要素に集めよう。デッドデッド攻略戦。おお、よく取った。あれ、イラッとねんだか。うわー、しびれる試合。僕じゃないですか、多分。デコージどっちがいいんだろう、ニキ、デコージに聞いてみたら、どっちとやりたいかっていうレベル。デコイさん、どこにいるんだろう。デコイさん。あ、待ってください。あ、何どっちもやです。さすがです。さあ、大将、ここでリーダー出ちゃう。そうだよな、チュンリーは。お、さあここでリーダー米が行きました。残り白黒富永、うんうん、お辞儀一緒にしゃべりましょう。これはこれはね、これはね、これは、うん、でもエボジャパン後半はこんなカードが目白押しになっちゃうじゃないですかね、もしかすると。4年曰く勝てねえ勝てねえずっと言ってたからな。まあ後合とこの大会という緊張感の差がどう大きいか、ね、先でさあ。ただ相手は白黒、まあ、白黒もね沖縄で出るんと散々やってっから、ユン戦の経験数はものすごいと思う。そうですね、でくしくも同じ色ですからね、感覚はそういうのあるでしょう。さあ引っ掛けていきたいが、雷撃の処理がめちゃくちゃうまいで有名な白黒さん、ね、なんか雷撃処理をしなければチュンリー勝ち目が薄いみたいなのは白黒さんなんか前回の実績なんか言ってましたね。言ったね、下手な発想。あとこれは惜しい、あ追っかけていくが、あとプレッシャー、ここは踏み込んで中足通る。松戸頑張って。さあという声が聞こえてきそうな。そうですね、受けて寝かす。さあこの画面足、この中で逃げるのが難しいですよね。プレッシャー下手に発動すると攻撃があるから、この距離は安定化しちゃってことないです。美味しい、つながってる。でもあとイブ、これはでかい。ダブルアップ、ハンブゲット、発球対空。危ない、移動投げでしたね。そうですね、あーっとこれはでまだ残る。ここの勝負が、うわーっとプレッシャーがすごい、投げていく。並んだ。さあこれオジとごめんなさい。お願いします。ネコイさんごめんなさい。まあ、さすがにユン戦はうまいよね。全ダメだ。まあ俺トミニー用のどっから北斗勢を倒しに。いやー、何もできんかったな。
強いね、やっぱユン戦やってるなと思う。さあ合気戦はデコイーサンですね、うん、さあ全1号機と名高いデコイーサン、まあ、間違いなく今一番仕上がってる号機でしょう。沖縄に豪輝は一応でオルガ君のサブキャラの豪輝はいますが経験数は少ないか。あそこ豪輝、うん、うまい、ヘイリすぎー、うわー、さあ上通して、そうね、もう1本目めっちゃ速いからスピーディーだから、おあれ間に合うの、おお、うん、ちょっと遅かった、うん、さあここきつい、あと2回耐えられる投げは、うまい、あでもどうなんこの隙間、でもこのクラスになると地元にいなくてもやっぱり、うわー、あれはじゃんけんぽん、今のはじゃんけんぽんですね、投げもあるから、うまい、うまい、あれずれるんですよね、残空から、あぶね、うまい、バックステップ、ちゃんと浮いてるのはすごいですね、投げて、おお、ちゃんと動きも浮いてる、なるほど、100機ですね、おお、ポンポンとシンプルな飛びが、さあマックス同士ゲージがパンパン、さあどこでそのゲージを使うか、あのびのびくんがチェンジ、読み合ったな、うまーい、えー、らい、さあどうするんだ、いやあのギリギリのところ、コアコアがやばい、リーサルナル、あーあーそういうこと、いやーやるしかないか、大将稽古かこれ、そう、富永さんと、はい、富永用に取っといてくれって言われて、ああなるほど、でも出てきたのはおじき白黒と大将 VS 副将です、まあ人間力で言えばね、この人に勝てる人なんかいませんからね、なんか配信だと強くなるらしいじゃないですか、どうやら、でもずるいんだよ、負けたら今日は酒が足んなかったとか平気で言うから、なんだそりゃ勝ったら酒がうまい、負けたら足んなかったっつうから両対応なんだよこれずるいんだあれ、ずるいなただ大将です、この場面では頑張ってくれるでしょう、さあおじきこと YSB ヒューゴ大将です、これきつすぎる、まあきついよ、まあまあ終わってると思うよ正直せっかく遠い日本に取っていったのにあれこれ白黒の後ろ誰残ってんの、トミニーですあーあーじゃあ、まあ、頑張りいけるんだ、なるほどね、まさみさんこれ抜ければ、あっさあいる投げどうする、体力差がきつい、甘え捨てが早い、沖縄相手パワーアップしてますからまさみさんも、ただもうまだリーサル、技によってリーサルじゃないけどシーてかハンマーのねゲージがないんだって、そうね、はい、触ってもまだ生きにくい、あ無理無理無理、ああるのあるぞ、あなんと出たのに三角飛びが高え、ヒューゴのはるか上行ってましたねあーゼロドットに中足、さあ白黒リーチいけるのか、今日のこの後の飲み会の酒のクオリティがこれで決まります、さあどうなる、じりじりしてるが、もうチュンリー動く必要ないもんなこれな、技振る必要もいたしじゃないもんな、あ、さあ1回決めて、その着地にムーンを隠していく、ただ裏行っちゃったからね、さあ1回目これ闇にはいかないでしょう、そうですね、で行か、下がない、行かないどころか下がるっていうね、さすが白黒さんですね、でねでしてんね、追えないんだよね、この辺をこじ開けるのがなんか人間力な気はするんですが、まあ、大体人間力とか言ってる時には無茶を言ってる時なんですが、この人ならあり得ると思わせるのが YSB、 俺たちの YSB が、俺たちの YSB がいい声が、いや残る、全然残るけどどうする、うーん、ハザーガードしてる、
ってこれはちょっとレッツゴーもあるけど多分あでも知らないから移動投げかな。ああ最強でした。勝ったのはツッピー側、チーム、平吉チームです。というわけで料金頂戴しているのでトミニーやりましょうか。あ、そっか、はい、エキシビです。どっちもやりたくないって言いそうだなこの2人。なんかここまでずっとホクトやってたらしいですからね。らしいね、なるほどね、はい、トミニー今ずーっとホクトしてたからずーっとアバンストラッチの練習してましたからね。さあドミニーとのエキシビですが、白黒とは隅っこわさびさんって言ってます。隅っこわさびさんでめっちゃ応援してくれたんですけどね。さあどうなる。さあ結局出てきた富永さん。そうね、喋ってる。まあ多分勝っても負けても喋りに来る。喋りに来るんですよね。負けたらなんでお白黒なんだよって。勝ったらどうだ見たかって多分言ってくる。両対応。負けたらキャラ差ですから。あ、そうそうそう。ずるいよな。さあ、そう勝った。あ、まあいい。まあでもそう言ってる合間にも白黒サンダルがどんどん削れていって。おろし。中盤エクス。剣との対のタック無理。剣気になったな今。ジャンプ中継と剣とスカシゲダンの三択。厳しいね今のは。さあ投げて、さあこうなるとそろそろ土佐も匂ってきそうですが、まあそんな位置に白黒は基本いないんですが、どうなるか。下がるね、ちゃんとしてるね。さあこの距離もお互いゲージをしっかりなので、さあここです。あーたまにあるやつ、これで画面走っちゃってるのかわいそすぎるな。ちゃんと確認しましたね。偉いね、白黒さんも、運もいいし偉いね。でも富永さん必殺の地域が、あでもその距離で付き合わない。いやでもこの体力だとなんか引っ掛けたら、あ引っ掛かったのはそっちでした。さあスイジャン大剣、歴史ビジョンファイナルラウンドですね、はい、本日のファイナルラウンド。いいエクチェストぶち込んで、まあ、暴れが早い、これ覚醒読み切り、多分台形かな。なるほど。あ、これは画面端が絡むけど、なるほど。これは正義なのか。この白黒がぐんにょり。正義執行なんでしょうか。はい。正義は勝つ。あ、まあ、いや。そして松戸王の座を守りました。え。あれこれあれでしょ、エキシビションってさ別に1試合じゃないよね、もう1試合エキシビションあるよね。いやもう王様と、終わりですよ、終わり終わり、王様との挑戦権を得るんじゃないのこれ。いやいやそんなの、王様と最後対戦できるじゃ、あれ大平さんみんなえって杉山さん、いや国杉山さん笠さん国さんが全員ハテナですよ。えってあれこれ大変さ、スーパーエキシビションマッチこれ。そう。いや松戸の方でしたっけ。はい松戸です、松戸ですよもちろん、ソニック。あれ本当ですか。早くはいどうぞどうぞ。王様との挑戦権やっぱ欲しいじゃん、やっぱり。じゃあ退治するかはい、じゃあまあ今日正義執行人が気持ちよくなるバトルということで、期待。アルティメットスーパーエキシビションマッチあるよこれこれはヨネちょっとかわいそうだなええつ、あ篠野さんに喋ってもらおうかなこれね。アルティメットスーパーエキシビション、はい、はい、ほら AQH もハテナ出してるじゃん、フランスのネクロ使いだけどこの空気わかるわけないじゃん海外勢が最後富永さん、はい、じゃあ名前だけちょっと変えましょうか。AQH 俺のことは分かってくれてるけどさ、絶対今のこの空気は分かんねえだろお前東西戦エキシビジョンマッチを制した富永さんが、はいはい、ただののじ合いってことにしましょうか。松戸王に挑戦する権利を挑戦です。さあ今日の王に言いがかりをつけてきた東西戦覇者さあどうなるか
ただのイチャモンだもんな。今日の東西線覇者対松戸です、今日の。これはね、あの正義と のたまってる悪を滅ぼしてほしいですね。伝説として、さあどうなる。さあこれは滅ぼせるのか。いいのが入った。しっかりコンボ決めて、高い、うわ、高い2層が入るんですかね、あれは。あ、無理にいかない。あー、徹底してますね。あ、富永さんの、あ、ボッタチ、なるほど。これは、うわ、飛び迷ってる。カラクサ、まだ残るけど、次でリーチ。いやー、だい、あ、まだまだまだ、あー、やりきったよね、頑張れ。今ならみんな応援してるぞ。今なら、そうよ、今なら応援してるぞ。富永さんの、ひゃー、あー、これはこれは、ダン、ダン、浮き上げ、ダン、から、どんどんどん、どん、どん、はい、松戸は、ドミニーに移りました。なに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 、王様、王様どこ。王様がいなくなったよ。ちょっと今ぐんにょりしてますけど、あそこの王様が、王様今砕け散ってますけど、王様がいたんですよ。いた、過去形、過去形、王様がいたんですが、立ててないね、今いなくなって65億人が応援してて、絶唱が漏れて王の首が落ちた。これ表情無難だけど、あいつ王様王様ね、そうそうですよね。今日勝ったのになんか最後何これ。これはね、荒らされましたね。世界中の人に応援してもらったのに、はい、ま、マジで世界中が応援してた。加点か、加点か。はい、というわけで、あの富にもやりたい放題したということで、くっそ。オチとしては米が切れて終わりっていう。まあこんなもんさ、俺なんて。まあまあまあ、次回松戸の時にね、リベンジ指名してやってください。そうですね、はい、じゃあこの後の、ね、勝ったはずなんですけどね、はい。そうですね。なんだろうな。やなんだろうなこれ。一番なんか、それなんだかなって気持ちの整理がね、ならんよな、それ整理できない今、気持ちが。それはそう、それはそう。国がちゃんとマジレスでおめでとうって感じ。あ、国さん、ありがとうございます。煽りが、煽りかマジレス、何がおめでとうなんですか、国さん、国さん、国さん、これちょっと似合うね、若干似合うけど。おめでとう。ああ、はい、ありがとうございました。陣屋、はい、はい、お疲れ様でございました。はい、これにて本日はね、エキシビジョン含めて終了じゃあしたいと思いますが、じゃあ最後に篠君一言。はい、あ、いや、もう大山ニュートさん、大平さん、あの、はいはい、な、ご相談はじめ、あ、いえいえ、ね、ありがとうございました。とんでもねえです。はい、まあね、松戸って名前つけたのにうちでいいのかなみたいなとこもありつつ、まあせっかくね、だいぶ前からお話いただいてたので、いろいろやらし準備させていただいたとこなので、はい、おかげで、はい、みんなめちゃくちゃ楽しめました。いや、すげえみんなが楽しそうにね、はい、なのがすげえ見えたんで何よりですよ、はい、ありがとうございました。とんでもねえです、はい、また来年やるの。来年、来年というか今年の年末か、また、ね、年末も来年の冬か、ちょっとどっかでまたやりたいと思います。ぜひぜひ、はい、その時は今回のロゴがちゃんと第5回になってるから、はい、ありがとうございました、はい、ぜひぜひ。というわけでね、僕らもね、あ、OKOK、みんな楽しめた、あの大会ができたならよかったので、本当にありがとうございました。